止めてみましょう。よっしゃ、たる触ってるな。いけ、お、入ってた入ってた。よし、これはいけますよ。やったね。何が食ったのこれ。あれ、これはベラか、オハグロベラか。オハグロベラですね。行きましたよ。どりゃ、乗った乗った。なんだ今度は。どだいだ。はい、貴様倉。一応ね、予想はしてたんですよ。ベラ。試しに当たり行きを外してどうなるかやってみましょう。よし、いた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 。乗るか？乗ってる？いける？いけるね。いけるか？行け。よし、乗った。あ、ねえ、はじつ。いやいや、これ魚ですよ。ちょっと遅すぎたね。乗るか。乗った。あ、ちょっと待って。ね、なに、なになに、マジで魚で間違いないですけどね。よし、よし、よし、できた、できた。誰だ。おお、メジナだ。わあ、やっぱさっきのもメジナか。サイズは小さいですね。ハリスを一広まで詰めてちょっと試してみますね。よし、あれもあたりですね。いけ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 、入れ。よし、で、よし、乗った。メジナっぽいですね。メジナだ。おーい、サイズが落ちましたけどね。はい、このサイズになりました。しめじなが釣れるのはいいことですよ。ね、もう釣れないときは何やっても釣れないんだから。よし、当たった。乗れやした。あれ、メジナっぽいな。もうメジナサイズはそうでもないですけど、活性は高い。うわ、もう当たったよ。もう当たったね。よっしゃ。あー、ごっぽい。あいごっぽいな。あ、メジナだ。お、少しサイズアップした。30はないですね、これね。まあ28とかです。今のサイズが来るなら、まあ30センチ超えるやつはね、ちゃんと釣れてくれると思うんで、ほんと安心した。メジナだったら、まあまあサイズアップしましたよ。アイゴだよね。アイゴだ。強え。強え、アイゴ。
ね、ほんとよく弾くから楽しいんですけどね。メジナだな。サイズがかなり多いですね。メジナだ、やっぱりサイズが伸びない。で、このサイズですね。1時間ぐらい横になってましたね。また寝てた。おお、おっと、いけるか。走るか。よっしゃ。お、強い。これは最後なのか。うん、最後とはまたちょっと違うような気もする。最後でした。浅板まで。アイゴがあんなに勢いよく食ってくると大変かな。あ、ちょっと流れがようやく左に向き始めたかな。ここが流れがこう左に行くのがやっぱり一番いいですね。今まで実績があります。よしよしよし。うわ、とっとっとよいしょ。あれ、これアイゴじゃなさそうですね。これね、もうメジナだ。やった。久々メジナが来たよ。ダメだよ。危ないですよ。猫が取りに来ちゃう。このサイズですね。こんなサイズでした。27、8ですね。これぐらいが多いです。だけど持って帰る。午前中ちょっと寒いぐらいでしたけど、さすがにこの時間になると暑くなってきましたね。少しね。はい、グレーバリの6号ですね。軸やや太め。確かこの針はかかりすぎお長とかいう、なんかそういったネーミングだったと思いますね。こいつ傾斜が生のオキアミと、ちょっと分かりづらいですけど、これがスーパーハードですね。で、こっち側があの V9 をまぶしたオキアミ。いつもこんな感じでやってます。サイズアップしましたよ。もう間違いない。これは30超えてる。ほら、ね、いいですね。やったよ。これ、うん、あるある。まあ33ですね。はい、やっとそれっぽくなってきた。33が釣れたなら次は35。
君たち賢いね、ちゃんとわかる、ちゃんとわかるんだね。少しタイミングを変えてみましょう。最後まで行かねえなあ。よし、行った。今度こそ行けるでしょ。よし。お、これはメジナっぽいっす。メジナ。オッケー。よし、サイズアップした。そんなでもなかった。30だ。30センチですね。よし。地合いだと信じてどんどん行きましょう。よし、当たった。よし、うら見て、すごいよ。あった、メジですね。小さいなこれ。ほら、このサイズも元気でした。これまで竿先を海面下に入れてですね、そのまま糸を巻き取って強引に道糸を海中の方へ入れてる、そんな作業ですね今やってたの。風が強いのでほったらかしにすると道糸がかなり老けてしまって釣りにならないですよね。もう竿先もできるだけもうこうやって中にもう入れてた方がいいですね、こういう日は。よし、当たった。よし、行けよ。乗らないんだ。あれで乗らない。ちょっと針変えます。はい、針をグレバリの5号に落としました。6号から5号に。よし、メジナっぽいな。あ、今ちょっとあそこ根に入るんですよね。出てこいよ、出てきてね。よし、出てきた。マジなせ、多分ね。これはしっかり取らないと。いや、そんなとこ行くな。いやー、ラッサーのしなでしょ。
よし、これはこれはサイズアップしましたよ。でかいでかい。おーし、35とかはある。ほら、よし、やった、やったよ。35はありそうですね、これ。いや、もうこれは嬉しい。やばい、これ取られないようにしないと。久々に丸々としたいいイメージなんですよ、これ。あ、よっしゃ、何センチいったかな、これ。いい、あ、まあそれでも35ですね。35、まあ36にはちょっと届かないぐらい。ここが一番メジナが確かに当たるんですけど、手前に根があってですね、そこに入るんですよ。よし、入った、当たりました。そこからよし、よし、乗った。よっしゃ、面白いですね、これ。あ、面白いでしょう。よし、面白い。30はありそうですね。よっしゃ、そうですね、31センチです。これは電球機を使うことになるかもわかんないですね。可能性もまだこれだけあるし。だけどこの夕ナスメが大事なんですよね。見えねえ浮きが。あたた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 。よし、目じまいですね、これ。目じまいでしょ。よっしゃ、目じまいだ。やったぜ。浅いところに浮いてるんですね。よいしょ、これ30はありそうです。ほら、まあ、30、おー、ほら、33センチありました。手持ちの電球機が 3B だったんで、とりあえず 3B で狙ってる棚はまだ一広のままです。さっきまであんなに勢いよく当たりがあったのに、不思議ですね。あれは当たり、あれはいけるでしょう。強いか、入るかな。あ、メジナっぽい、メジナっぽいですけどね。おら、強いな、こいつ。あ、行こうかな。あ、メジナだ。
名人だじゃん。強かったね、なかなか。32、3はありますね。あ、まあ34ぐらいありますよ、これ。ほら。おお、お疲れっす。おお、お久しぶりですね。映るかな、大丈夫かな、逆光ですか、逆光かな、こっちにしましょうか。ああ、こっちですね。